はい、Apple Watch Ultra をつけて上高地に行ってきました。上高地に行ってきたのは3泊4日ですので丸4日間ぐらいになります。その中で、まあ、Apple Watch を使ってみての感想などをこれから述べていきたいと思います。まずは、Apple Watch Ultra を使っていて、気になった点をね話していきたいと思います。まず最初に Apple Watch Ultra のここのねボタンがねちょっとね押しにくいなということがありました。っていうのは、こちら側に、アクションボタンができたんですね。で、従来通りここにはボタンがあるんですけども、このボタンを押すときに僕はまあこうやって、押すんですけど、そういうときにこのアクションボタンをね押してしまうんですよね。ちょっと注意しながらこことかを押しながらこう押さないと、まあ、ここが押せなくなったかなっていう感じですかね。もう一つこのダイヤルでねちょっと気になったところがあるんですけども、このダイヤル、ちょっとね回しにくくなりました。従来はここを支えながらこっくりくり回してたんですけど、ウルトラはここにガードがねついてしまったのでここを回せないんですよね。ここがねまあなんかできちゃったので、そのね回し方ができなくなったので、まあ、こうやって回すときにこうじゃなくて、まあ、ここで回さないといけないので、まあ、回す範囲がちょっとね、少なくなったっていうのが、まあ、あります。はい。で、まあ、これが原因なのかちょっとわからないですけど、腕につけながらこれを回すとここの、回るところが腕の皮膚に引っかかったりして結構ね痛かったなっていう時がありました。ボディに関してはねだいたいそんな感じですかね。ですね、次にね気になった点と言いますのはベルトについてです。僕が買ったベルトがアルパインループのグリーンになります。でこちらグリーンの色ですごくねデザインとかもかっこよくて、まあ、いいなと思ったんですけども、一番はやっぱりねすごいねつけにくいんですよ。でおそらくこのウルトラのモデルは過酷な環境でも使えるように設計されているので、ベルトもなかなか外しにくいように作っていると思うんですね。なのでベルトをつけるときにベルトの穴に金具をねグリッて入れなきゃいけなくて、やっぱねこれ使ってみると簡単に外せないですし、あとは簡単につけられないですね。なので夜暗いところでつけようと思ってもなかなかつけられなくて、結局ライトをつけて目で見ながらつけるとか、まあ、そういったところがあって着脱がすごくめんどくさいなっていうのがありました。なので僕はもう普段使うときはこの以前使っていたスポーツバンドを使っています。はい。あとはやはりそのアルパインループはこの金具の部分があるので、例えばこうつけながらこのマックをね使ったりとかすると結構ね腕とこのマックがね干渉するので、そこに金具が当たってカチカチ当たったりとかして、まあ結構その辺も気になったかなという感じです。はい。ただまあこれは Apple Watch Ultra の性能というよりバンドのベルトのことなので、まあ、この辺は新しいベルトを買えば済みますし、もちろんこの Apple Watch Ultra でもこのベルト の, この取り付け部分っていうのは共通ですので、他のベルトもいろいろ使えると思います。まあ、ざっとね気になった点っていうのはまあそれぐらいですね。でこれからまあいい点、僕がすごい良かったなって思う点を話していきたいと思います。僕がもともとこの Apple Watch Ultra を買った最大の理由はバッテリーの持ちだったんですね。で、Apple Watch Ultra のバッテリーの持ちはホームページ上では最大36時間と書いてあります。これは通常使用時ですね。で、低電力を設定した時は60時間のバッテリー持ちがなると書いてあります。なので今までの Apple Watch ですと1日半ぐらいするともうバッテリーが切れて充電しなきゃいけないので、1泊とかの旅行でもやはり充電しないとちょっと心細いなっていうのがありました。で、36時間のバッテリー持ちがあると丸1日十分ですし、まあ、2日目もねある程度持つと思うので、まあ、旅行にね使えるかなっていうのがありまして、まあ、今回ね買ってみたんですけども、実際に、まあ、今回ねその上高地に行ってきて実際どれぐらい持ったかっていうのをこれから、話していきたいと思います。まずは上高地に出発する直前、家で撮った時の写真なんですけども、まずは朝の6時で 97% です。充電していて 100% になるかなと思ったんですけども、
なんかなっていませんでした。まあ、ざっくり 100% ということでスタートしたいと思います。で、そこからいろいろあって10時の新宿駅です。バッテリーは 93% になっているので、まあ、ざっくり 5% ぐらい減ったかなっていう感じです。で、そこから移動して6時間後に、上高地のホテルに到着しました。この時 83% ですので、6時間で 10% ぐらい消費したという感じですかね。で、1日目はこれで終了です。で、次に2日目に入ります。2日目の朝ですね、朝の7時ちょっと前ですね。で、この時点で、だいたい24時間から25時間、まあ、丸1日経っているという感じなんですけども、65% になっていて、だいたい 35% ぐらい使っているという感じになります。丸1日経っても、まだ半分もいってないという感じですね。続いて、お昼の12時です。こちらは確か明神池だったと思いますけども、こちらに着いた段階でバッテリーは 56% です。6時間でだいたい 10% ぐらい減ったという感じですね。で続いていろいろ歩いてきてホテルに戻ってきてだいたい5時ですね。お昼から5時間後になります、バッテリーの表示は 44% ですので、こちらも5時間でまあ 10% ぐらい減ってるという感じですかね。この時点で、まあ、ざっくり36時間経っています。で、公式の発表ですと、通常利用だと36時間まで持てるということだったんですけども、実際やってみると36時間経っても 44% も、バッテリーが残っているということですね。じゃあ続いていきます。こちらは次の日の朝6時半ぐらいですね。なので、この時点で丸2日経っているので48時間経ったということになりますね。はい。で、バッテリーは 29% ですので、まあ、ざっと 70% ぐらいようやく使ったという感じですね。はい。で、3日目の、3時間後の9時ですね。9時は 24% で、まあ 5% ぐらい減ったという感じですね。で、まあいろいろ見てますと、だいたい6時間で 10% ぐらい減るような感覚ですかね。はい。続いて12時過ぎですね。ちょっとお昼過ぎました。この時点で54時間かな、経っていると思います。で、ようやく 20% を切って赤くなり始めました。で、次行きます。で、こちらはそのお昼から6時間経った後ですね。で、6時間経って残り 9% になっています。で、夜の10時です。で、2% ですね。で、さすがにもうこの時点でもう充電しないとまずいなと思いまして、計測はここで終了しました。なので、計算しますと、通常利用で Apple Watch Ultra は64時間使えることになります。なので、めちゃくちゃ朝早く出る2泊3日の旅行でも、3日目の夜中まで Apple Watch Ultra は持つということになりますね。ただ、まあ、今回は買ったばっかりでバッテリーの消耗もほとんどないと思うので、まあ64時間できましたけど、使っていく間にもしかしたらもっと短くなっていくかもしれませんし、あとは使い方によってまたちょっと変わるかもしれませんね。今回はまあ山をね歩いてただけなので、なんか Wi-Fi をつかむとかなんかそういったこと多分してないと思うので、その辺の電力とかの消費が抑えられたのかもしれませんし、まあ状況によって結構変わると思いますが、まあかなり想像以上にバッテリーの持ちっていうのはあるんだなと僕は思いました。はい。素晴らしいんじゃないでしょうか。で、もう一つ、僕がいいかなと思った点をちょっと話したいと思いますね。もう一ついい点っていうのがあるんですけども、そちらはね、やはりこのアクションボタンですね。アクションボタンはこのアプローチウルトラにだけしかついてなくて、従来のモデルにはついてないんですけども、ここに、自分の好きな、なんかアクションをね追加できるというようなボタンになります。でですね、例えば今僕は、押すと、フラッシュライトっていうのをしています。要するにライトがつくって感じですね。まあ、白くなってるんですけども、暗いとこでやると普通にねライトがつくのでとても便利です。で、どういう時に使うかっていうと、寝る時とか暗いところでちょっとなんか明るくしてみたいなという時に簡単につけられますし、僕個人的には天の川を撮る時にカメラの設定とか見る時にちょっと明るくした方がいいなって時に使います。かなりね便利です。で、他にもアクションボタンって設定することができるんですけども、設定のこれですね、このアクションボタンですね。で、アクションで、ワークアウト、ストップウォッチ、ウェイポイント、バックトレース、ダイブで、僕はフラッシュライトにしています。で、ショートカットなしっていう風にできて、
まあ、自分の、ね、好きなアクションを、こちらに、ね、設定できるという感じですね。まあ、かなり、ね、こちらは、ね、便利なので、良かったなと思う点の一つです。まあ、ボタンが押しにくいとか、まあ、なんかね、いろいろね、まあ、デメリットというかちょっと気になる部分もあるんですけども、まあ、その辺は慣れでね、なんとかなっちゃうので、今はね、そんなに気になりません。で、ベルトはもう外して、前使っていたスポーツバンドを使っています。で、やはりね、充電がね、しなくていいっていうのが、かなりね、ストレスなくていいなと思います。Apple Watch って、充電器が Apple Watch しか使えないので、Apple Watch のためだけに、その充電器をね、持っていくっていうのが、まあ、今までね、いろいろやってたんですけども、なかったらいいなって思ってたところなので、まあ、これによって、64時間持つので、まあ、2泊3日ぐらいまでだったら、まあ、充電器なしで、そのまま使って帰ってこれるので、とてもいいんじゃないかなと思います。でアクションボタンもとってもいいと思います。はい、っていう感じで、まあ、このボタンとかね、まあ、気にならない方、あとはちょっとでかいので少しなんかぶつけることが多いかもしれませんが、それが気にならないという方は、Apple Watch Ultra っていうのはいいのかもしれません。はい、悩んでる方いましたら、参考になれば幸いです。